リース・スモーリンは、アメリカの理論物理学者、ペリーメーター理論物理研究所教員、ウォータルー大学の物理学教授、トロント大学の哲学部の大学院教授のメンバー。スモーリンが2006年に出版した、ザ・トラブル・ウィズ・フィジクスの中で、実行可能な科学的な理論だと、原理論を批判した。彼は、量子重力理論、特に、ループ量子重力理論として知られるアプローチに、 貢献した。ループ量子重力理論と原理論の二つの主なアプローチは同じ基礎理論の異なる側面として調和できると主張する。彼の研究分野には宇宙論、素粒子論、量子力学の基礎、数理生物学などがある。スモーリンはニューヨーク市で生まれた。彼の弟であるデビッド・エム・スモーリンはアラバマ州バーミングハムのカンバーランド法律学校の 教授に就任した。スモーリンは、オハイオ州シンシナティのウォルナットヒルズ高校を中退し、ハンプシャー大学で教育を受けた。1979年ハーバード大学にて、理論物理学の博士号を取得。ニュージャージー州プリンストン高等研究所、サンタバーバラのカブリ理論物理研究所、シカゴ大学で、博士研究員を務めた。その後、イエール大学、シラキュース大学、 ペンシルバニア州立大学の教員になった。1995年に高等研究所で客員研究員、インペリアルカレッジ、ロンドン客員教授。2001年にカナダペルメータ理論物理研究所の創立教員の一人になった。スモーリンは、テッド・ジェイコブソン、カルロ・ロベディ、ルイス・クレーン、アブ・ヘ・アシティ・カールなどとの共同研究で、ループ量子重力理論に貢献した。 LQG は、ゲージ上理論の言語における一般相対性理論の最低式化を利用する一般相対性理論と量子力学の統一へのアプローチであり、粒子物理学の技法、特にループのダイナミックス。ロゲッリは、領域と体積の離散性を発見し、スピンネットワークの観点から量子ジオメトリーの離散的な記述の点で自然な表現を発見しました。 近年彼は時空間対称性の実験的試験のための試作を発展させるとともに素粒子及びそれらの相互作用が時空間ジオメトリュから出現する可能性を調べることによって LQG を現象論に結びつけることに焦点を当てている。1999年から2002年の間スモーリンは古典的な背景時空間モデルを含む近似的な記述に依存しない 原理論の基本的な定式化を提供するいくつかの提案を行った。スモーリンは高エネルギー天体物理現象の観測で検出された特殊相対性理論の修正を探索することによって量子重力の影響を実験的に調べることを提案した理論家の一人である。これらには非常に高いエネルギーの宇宙船、ガンマ線バーストからの光子と ニュートリノが含まれる。スモーリンの貢献の中には、ジョアをマゲージョとの二重特殊相対性理論、レラティブローカリティがこの宇宙のものとわずかに異なるかもしれない反対側に新しい宇宙の出現を引き起こす。それゆえ、核宇宙はブラックホールを持つほど多くの新しい宇宙を生み出す。この理論は宇宙の生殖と 突然変異の進化的アイデアを含んでおり、従って集団生物学のモデルに類似している。ありがとうございます。